どうも、佐久間一行です。佐久間家散歩第2回目。今回は、卵釣りが好きな人は一度は聞いたことあるんじゃないでしょうか。大阪にある白北ワンドです。白北ワンド群、これ説明書いてあります、ここに。航路維持のための水生港で仕切られた人工的な水域ということで、ちょっとね、わかりやすく絵で描いてみました。赤いポッチンが現在地で、白北ワンドはここになっています。まあ、なんかワンドっていう、その、本来の川から、ちょっと、なんていうんですか、優しいプールみたいな生き物にとって、優しいプールみたいなイメージこうなんですよ、なんか。ね、子供たちが安心してこう遊べるみたいな、なんかそういう場所のイメージです。ここにやってきました。そして、散歩のコースは矢印の感じで歩きました。ね、こう先に言ってる方がわかりやすいかなと思ったんです。それでは早速行きましょう。仕事終わりだったんでね、このスーツケースなんですよ。決して散歩には向いていません、スーツケースは。でもしょうがなかった。天気もね、もう、本当は雨だったんですよ。で、これ、雨が上がって30分後ぐらいじゃないですかね。大阪でね、あの、ナンバーグランド花月のネタの出番があって、だいたい16時ぐらいに終わって、で、東京に戻ろうかと思ったんですけども、ずっとこの白北ワンドって一度は一回はね、行ってみたいなと思ってたんで、で、雨かと思ってたら、あ、止んでる。日暮れまであと1時間か。行けるなと思って、来ました。だから慌ててちょっとタクシーで来たんですけども、タクシーの方に、俺ずっと白北ワンド、城北ワンドだと思ってて、城北ワンドでって言ったら、白北ですよねって、すごく冷静に言われました。皆さんも気をつけてください。白北ワンドです。はい。そしてね、こういう風にこう歩いてったら、ここでね、すごい鳥がたくさんいて、そして鳴いてたので、ちょっと聞いてください。はい。というわけで、すごい鳴いてましたよね。なんだなんだなんだと思って気になっちゃいました。たまにありますよね、ああいうの。そして、まあ、土手から降りてきて、思ったより広かったですね。こんなに広いんだって思いました。そしてね、釣りをしてる人も何人かいました。やっぱり。うん。今ね、これね、水面がちょっとポチャンポチャンってなりましたよね。なんかいたんだろうな。うん。いや、実際来るとね、釣りはしたくなっちゃいますが、ね、釣り竿を持ってませんから、今日はあくまで、様子見というか、散歩。うん。でもあんまりね、こういう範囲が広いとこでは、自分はあんまり釣りはしないですね。卵釣りするなら、うん、結構ちゃんと範囲が絞られる、川、用水路でやりたいなという感じはします。でもね、見てみたかったんです。一回は白北ワンドってどういうものなのかなって。そしてね、ここで看板を見つけたんですけど、これは大事なことですね。川を美しく。これはもう本当どの川でもそうですよね。そしてこれです。イタセンパラ。これ、タナゴの天然記念物のね、種類なんですよね。イタセンパラ。これを取らない、売らない、買わない。これ非常に大事ですね。だこれ、知らないと、だって、ね、あ、綺麗なの釣れたって言ってね、持って帰っちゃったら大変ですから、ぜひ皆さん、イタセンパラ覚えておいて、取らないように、守ってください。という感じですね。うん。そして、こう歩いてきて、また、あ、ここもね、なんか、いいポイントだなと思ったんですよね。で、こう下覗いたら少しやっぱ見えるから、うっすら。なんかいないかなみたいな。ね、平打ちしてないかな、タナゴはねみたいな。そして、こういうクイーンところ。こういうとこにね、釣りをこうしたくなるんで、あそこに餌を投げたくなるんだよな、ああいうクイーンの周りにいそうだなと思っているわけですよね。そして、ここから魅力的な獣道じゃないけど、ただこのスーツケースには全然向いてない、この持ち上げながら行くということですよね。で、こう進んでったら、なんかね、船着き場じゃないんだけど、なんか、ここで釣りをしてくださいと言わんばかりの、こういうのがあったんですよね。で、このワンドの周りには、こういうのがすごくありました。こうやってだいたいね、これぐらいの間隔で、これがずっとあるんですよ。で、釣りをしている方は、この上でやってましたね。で、今日はというか、この日は、本当に、そう、さっき、ちょっと前まで雨が降ってたから人がいなかったんでしょうね。で、こっからはね、ワクワクゾーンですよ。皆さんもぜひ、一緒に探検してる感じで、お楽しみいただければなと思います。
はい、この十字路とかね、どっち行くみたいな、はい、まっすぐ行くのか、右の方に入っていくのかね、いやまっすぐかなみたいな、いやでもこっち行ったら、まあまあこっち行ったら土手に戻っちゃうからなみたいな。そしてこの看板はなんかこの釣りをする人へのマナーって感じですよね。でこういうワンドの一つ一つにこう名前があるんだなと思いました。例えば三角ワンドとかね、うん。そして引き続きこのスーツケース持ち上げながら行くのが大変なんですよね。で、あの奥のなんか洞窟みたいなのが気になったんですよね。あそこまで行きたいと思って、そしたらその前にこんなにこのここからもう釣り場ラッシュというかトン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 ってどんだけあんのよみたいな。ただね、あの奥が気になっちゃってなんか怖いですよね。どうなってんのみたいな。本当は一人で行くとこじゃない、怖い、どうなってんの、どうなんね、どうなってんのって思いました。そしたらね、あの行き止まりでした。はい、まあ行き止まりだったんで、それはそれでね、あの安心はしたんですよね。あ、まあこれ以上行かなくていいのかっていう自分で始めといて何なんだっていう話なんですけど、なんかそんな感じがしました。そして戻るという、さっきのとこまでひとまず戻るという感じです。でやっぱりね、行ってない方に行きたくなりますよね。さっき迷ってたあっち側ですよね。うん、あの右側で、まあこっち行くんですけど、まあとにかくワンドの周りにはああいう釣り場が、たくさんあるという、状況の繰り返しでしたね。でここもこういう風にあって、うん、ここはねちょっとね距離を取った感じでしたよね。うん、こういうなんかちょっと長い廊下じゃないけどこうあってこの白いのがね思ったよりツルツルしたんですよね。慎重に歩きました、これは。はい、でここに行ってみたいな。だからいつものタナゴ釣りの動画撮ろうと思ったらここじゃなんかあんなに、タナゴねカレイラ2020とかできないですよね。ここじゃ慎重に釣れた後に慎重にここを渡ってからあれ言わなくちゃいけないから、やっぱり温度が冷めちゃいますからね、その間に。うん、ほんとここツルツルしたんだよな。結構川は覗いたんですけど、なかなか姿が見えなくて、でもね私はね自分のことさすがだと思いました。やっぱ見つけました。ここね見てください、いるのわかるかな、ねえわかります、魚たちが。これだったら画面の中央ですね、画面の中央にうっすら下に向かって泳いでる魚がいるのわかるかな。こういうのをね決して見逃しません。これがねタナゴかどうかはわからない、でも見逃しません。そしてここはまあ最後ですね、もう日が暮れる夕日だと思って最後ここだけもう一箇所行ってから終わろうかなと思ったんです。でここでなんかいろいろね、高校の時のあの川で8時間過ごした話とかを、語れればなと思ったんです。はい、それではね、ここで語ろうかなと思って決めたので、それではお話を聞いていただければと思います。ここからは、話の内容に集中してほしいんですけども、タナゴ釣りは、中学高校の時から始めまして、まあ親がやってて、一緒にまあハマったという感じですね。で地元が茨城県だったんで、霞ヶ浦でよく釣りをしました。だいたい自宅から車で1時間ぐらいかな。うん、で高校の夏休みの時に親が車で送ってくれて、好きに釣りをしていいよってことで、で朝の9時から、夕方の5時まで、8時間で仕事前に送ってくれて、仕事が終わったら迎えに来るからってことだったんですけど、今考えるとすごいと思って、その当時携帯電話とかないんですよ。まだ携帯電話がない時代に車で1時間離れたそのほぼ川しかない場所に息子を置いて、で口約束で5時に迎えに来るからっていう、だいたいこの場所にいてみたいな、すごくないですか。要は俺川のみで、携帯電話も何もない川のみで8時間過ごしてますからね。ただあっという間でした。だからね、俺根っから本当こういうのが好きなんだなと改めて思いました。それをねここでなんか思い出したんですよね。はい、というわけで、佐久間家散歩今回はここまでです。ありがとうございました。そしておまけです。帰り駅から帰ったんですけど、この駅の文字すんごいタッピーツー